久保さん。今回メイフェザーにしましょうか。メイフェザー。まあボクサーなんですけど。お前が休んでるときは俺は練習している。お前が寝ているときも俺は練習している。お前が練習しているときももちろん俺は練習してるぜと。これフロイド・メイウェザーっていうね、プロボクサーの名言で。まあ僕はめちゃくちゃ好きなんですけど。<laughs> いつ、いつ何の時も練習してるぜと。だからお前より俺は強いと。 お前より強い理由はお前よりやっている。ただそれだけなんですけど。<laughs> もうシンプルでパワフルですよね。うん。お前が休んでいるとき俺は練習している。お前が寝ているときも俺は練習している。お前が練習しているときももちろん俺は練習している。<laughs> とにかく練習している。お前よりやっている。だから結果が出るんだと。結果が出る理由はお前よりやっているから、それは強いんだと。うん。 どうでしょうかねこれはもう、あの、メイフェザーっていう人はね、相当なんか勝ちまくってきた人なんですよね。うん、なんかすごい、あの、なんだ、あ,あれを作ってきた人が言った言葉なんですけど。まあ僕はね、その、プロの人たちがどれぐらいやってるのかっていうのを知ってるわけですよ。まあこれ、なんだ、プロスポーツ選手もそうですし、まあビジネスの世界でもそうなんだけども、結果を出してる人っていうのは、 普通の人よりかは間違いなくやってるんですね。で、その基準値が違うんですよ。なんか、は、まあ、ちょっと旗から見るとね、このメイフェイザーの言葉ってなんかすごいなって聞こえるかもしれないけども、多分メイフェイザーからすると浅め前なんですよ。メイフェイザーの基準はこれなんですよ。でもほとんどの人の基準はこうじゃないので、例えば億万長者合宿のやりとりも、僕たちの久保さんと僕の基準は別にその、 何十本やろうが朝飯前なんですよ。だけど多くの人の基準っていうのが、一本やって限界っていうのが基準なんですよね。僕たちの基準っていうのは別に何本でもできるわけですよ。だ僕移動中にね、前その30本のか40本やってた時に、なんか移動中にね、車の移動中でね、バンバン来てね。で、昔はその久保さんの動画をガッチャンコして編集もちょっとしてたんで、結構大変だったんですよ。それ。大変で。 一回その、だから、久保さんから動画送られてくる、ダウンロードする、で、僕の動画とガッチャンコして、それだアップロードする、そしてまた送る、で、送られてくる、またダウンロードしてガッチャンコする、編集してガッチャンコする、アップロードする。それ40回ぐらいですよ。移動しながら。それはきつかったですね、さすがに <laughs>。結構ね、きつかったですけど、ね、そこは。うん。まあ、普通の時だったら別にいいんだけども。でも今はもうやり方変えたんで、も余裕っすよね。ガッチャンコしてないんで。うん。 編集ゼロなんで。まあとりあえずまあ基準が違いますね。うん。だからその初心者基準、いつ,いつまで初心者基準でいるんですかっていう。うん。一本やってしんどい。一本でよくやった。っていう基準だったら、まあ人との差はつかないよって話です。うん。そうじゃないですか。人と差をつけないといけないんで、ビジネスっていうのは。 あの差別化ですよね差別化できないんだったら選ばれないですよ。うんはいまあ、ということでメイフェザーですねいってらっしゃい。